はい、2020年も残りわずかとなりましたが、どのようにお過ごしでしょうか。学校行ってるね、方たちはね、もう冬休みに過ごしていますか。あと数日すると2021年になりますでね、お正月が来るんですけれども、お正月といえばお年玉。小さいお子さんはワクワクする時期です。お年玉をあげる多くの大人の方たちは、この時期臨時出費が稼いでね、なかなか懐が寂しい厳しい時期に なると思います。で、今回はですね、この、お年玉についてのお話をしたいと思います。今回はですね、お年玉を入れるポチ袋、こういったポチ袋があるよっていうのをね、こちらの動画で紹介したいと思います。はい、まずはね、ハンドメイドの、ポチ袋です。こちらは、ハンドメイドの年賀ポチ袋。はい、ではね、別アングルでね、こちらね、お見せいたします。はい、左上にお年玉というふうに書かれてね、タイと、上にはね、牛、2021年の牛が描かれております。めちゃめちゃ可愛いねこれね。首になんかこれリボンマフラーかなしてるね。はい、でこちらなんですけども、横から見ていただくと分かるんですが、こちらの牛がね、立体になっております。で、タイの目もね、分かると思いますけども、これもね、目が動くタイプのものですね。裏はね、このような感じでね、こちらに、ね、何かね、書き込めるような枠が、あります。でこちらの大きさなんですけども、縦が 115mm、横が 65mm です。お札に対してね、これくらいの、サイズになります。今、お札は三つ折りにしております。こちらのお年玉袋は、最後ね、これ お札を入れた後、ここを封するためのシールがね、3枚入っております。ポチ袋も3枚、シールも3枚のセットになっております。おめでたい感じのね、ポチ袋でした。はい、二つ目はこちら、ドン。ディズニーのポチ袋、ミニーの柄です。はい、ドット柄の、ミニーの、ものです。これ、表もね、裏もね、デザインは同じです。表のね、一箇所に、ミニーの影が描かれております。それから、リボンがね、ところどころに、こうね、デザインされているタイプです。はい、こちらの、ポチ袋の素材は和紙が使われております。硫黄和紙というね、和紙が使われております。サイズは、先ほどのね、1つ目と同じように縦が 115mm、 横が 65mm です。はい、三つ折りの千円札と比較するとこんな感じの、サイズ感です。はい、こちらの商品5枚入りのものですね。5枚入りのものです。で裏にここの、封をするためのね、このシールは、5枚入っておりますので、ポチ袋5枚、シール5枚分ということでね、ぴったりの数で入っております。続きまして、また、ディズニーです。今度はね、クラフトポチ袋ということで、エンボス加工されたポチ袋です。表にはね、ミッキーとミニーのね、絵が描かれております。裏はこんな感じ、ミッキーとミニーの絵、それからね、このような模様が入っております。で、先ほどのね、和紙に比べてこれはね、割と薄めの、ものです。はい、こちらの商品は、3枚入り、シールは入っておりません。 105mm、68mm です。なかなかこれもね、いいですよね。なんか赤がね、こう生えて綺麗なポチ袋だなって思います。4つ目はこちら、みんなが大好き大人気の名探偵コナンのポチ袋です。コナンを中心にして登場人物ね、並んでおりますね。カイドウキットもかっこいいね。はい、裏はこんな感じです。コナンが描かれております。3枚入りです。3枚入りで、それに対してこちらの後ろのポチ袋の蓋の封をするシールはね、2枚多く5人分のシールが入っています。ただしポチ袋は3枚ですね。そこだけね、ちょっとご注意ください。サイズ感なんですけども、千円札合わせるとこんな感じのサイズ感です。はいね、こちらは縦が 115mm、 横が、70mm です。コナンの続き、次はこちらです。はい、こちらドラえもんですね。ドラえもん、これはね、サイズが大きいタイプになります。大きさは縦が 173mm、 横が 86mm なんですけども、お札折らずに入るタイプのサイズになっております。このドラえもんの裏なんですけども、こちらひらがなで I'm ドラえもんっていう風に書いてありますね。はい、ドラえもんのポチ袋でした。3枚入りで、こちらの最後これ封する時のこちらシールはね、ドラえもんのシールが3枚入っております。3枚入っております。こちら
見えますか？この時期はね、受験シーズンになると思います。ということでね、これよーく見るとお年玉ではありません、お年玉です。で、表のね、ここはキラキラ、金箔っぽい感じのデザインになっております。裏はこんな感じ、合格満点グーって読むのかな、はい、桜のね、デザインがされておりますね、桜。シールはですね、こちらはこういったシールがついております。はい、だるまとかね、あとは合格お守りとかね、まあさまざまなね、デザインのシールが、あります。自分の好きなものを貼って最後ね、ここを封していただければいいかなと思います。最後になんですけども、まだね、一つね、届いてないポチ袋が実はあるんです。はい、こちらです。ドン、今年2020年に流行った鬼滅の刃の、ポチ袋ですね。サイズ感はこんな感じ、千円札と比較して見てみてください。動画いかがでしたでしょうか？お気に入りの一つは見つかりましたか？今回、注文したのは Amazon や楽天で注文してますので、もしね、まだね、在庫、あって買えるようなサイトがありましたら、リンク貼っておきますのでね、そちらからね、アクセスして欲しい方は買ってみてください。それでは今回はこの辺にします。今回も動画を見てくださりどうもありがとうございました。とりあえず旅行チャンネルの小川理恵でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。以前お年玉のこのお札の折り方、それからね、ポチ袋への入れ方という動画をね、だいぶ前に、アップさせていただいております。こちらの動画なんですけども、今現在13万回再生ということでね、このとりあえず旅チャンネルの中で一番再生が多い動画になっておりますのでね、見たことない方はね、ぜひ見てくださいね。